15日から18日、サタデー。理事会から3日後。特別実習の続行が決定したことで、俺たち7組の意識はようやく来月の学院祭に向き始めていた。しかし、月末が潰れるということは準備期間が減ることでもあり、人数が少ないことも相まって、これはというアイディアがなかなか出てこなかった。何すんの？あっという間に週末。暑くもなく寒くもなく、絶好の行楽日和。明日の自由行動日は有意義に過ごすといいわ。いつものやつですね。 いつもの、ほんといつものパティーンですね。はーい、どこ行くんだろう。どうするよ。そうね。てか、すごい譲り合いせんのやね。なんかこう、じゃんけんで決めるみたいな。この場合、なんか身分系になってしまいそうだけど。アイスクリームとか簡単そうじゃない？この人数だからこそ映える出し物。全然思いつかない。クローも考えて。でもクロー2回やんなきゃいけないって大変だね。今の何？2個あったけど。なるほどね。OK。 まあ9月、まだ、でも9月18日はちょっと涼しいか。で、なんかずーっと言いたかったことがあるんで、ちょっと言っていいですか？なんか、最近ちょこちょこ思ってるのが、なんで、今すごい楽しいのに、なんで5年前、私このゲームを積んだんだろうと思って。なんか、やめたのが私、4章の特別実習中だったんですよ。で、やめた理由が、やめたっていうか積んじゃった理由が、ちょうどお金がなくなった時期で、エリオットキュンでオムレツを作ろうと思ってたんですよ。で、そのオムレツ作りがなかなかこう気が重くって、そっからなんかこうプレステ3を設置してる時もこうなんか同時に Wii と WiiU とかがあったから、こうなんかいろいろね、テレビのね配線コード問題もあって、なかなかね、なかなか遠のいてて、そっからズル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 他のゲームをやりたいし、他のゲームもどんどん出るしみたいな感じで、ズル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 来てたんですね。確か。でもそれは5年前じゃなくて3年前かな。でも、でももうちょっとやってたら、すごいこう、物語も動いて、楽しいことになってたのになってちょっと今思ってますね。私がその千の奇跡で、一番引っかかってたポイントっていうのが、その帝国ならではのその身分とか、あとなんだろうね、威圧的な態度とか、あとクラスメイトのキャラとかでちょっと引っかかってたんですけど、そこの引っかかってたところが、どん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 こうみんなが仲良くなっていく様がまた今ではすごいいいなって思ってるから、なんかもうちょっと過去の自分頑張ってほしかったなっていうのと、あとなんかよし、今作は学園もので学生の立場じゃん。で、学生の立場なのに、そんな国のすごい大きい事件にを中心となってこう解決していくっていうのが、なんかちょっとよくわかんなくて、よくわかんないっていうか、空の奇跡は、まあ、遊撃士だし、ゼロ青は警察だし、
まあその立場としてはありだなと思ったけど、学生っていうところがちょっとあったんですけど、でもその5章まであってみんなの成長してる姿とか見ると、なんかああいうガレリア要塞の展開はあり中のありだなって思ったし、さっきオリビエが言ったみたいに誇りに思うって言ってたけど、私も今だったらそう思うなって感じでした。はい、このぐらいかな、ちょっと今ふっと言いたくなったのは。はい、というわけで一旦休憩では、自由行動日前日の夕方マラソン始めようと思います。ゆっくりですね。2階はなんかわちゃわちゃいますけど、そっち方面に走っていきますか。コレッちゃん、うんそうなんだ。あら、あらららら、珍しい。確かにね、おう実弾は良くないんじゃない。商品に穴が開くのがたまに傷壁にももしかしたら穴が開きそう P はめっちゃいい成績出しそうだね。よかったですね。なんでこの部長さんは私の中で影が薄かったんだろうな。わかんないな。まあでも。前田の教会の音楽祭はとてもいいメロディーでしたよ。おー、ブリジットにね、なんかこういろいろ言ったことでまた一つ頑張ろうと一皮向けたのかもしれない。穏やかじゃないんだけど、っていうかさ、あの子はそう、マルガリータくん最近ここにいなくない？部活に顔出してるとこ見てない気がする方よ。できてる？変わってない、ね。確かにね。では一回。いるね。ちっちゃい頃から知ってんの。わ、めっちゃ見たい。8年。オリビエって今24歳ぐらいだっけ。そんなもんか。おお。学校にまた興味を持ってもらって、時間学校だからな普通の学校じゃないからな。今日はちゃんとお仕事
ところでサラ教官につけたそうアクセサリーって返ってくるんかな。どうなんだろう。いやかっこよかったですよナイトハルト教官。うんうん来てた来てたそういうもんなの代々うんうんうん、うんうん、おお、何気にできる人よねこの人ね。ちゃん、めんどくさいって言うけどちゃんとやってるよね。ほんと期待されてる。わあ何するんだろう、何するんだろうな。全然全然思いつかないんだけど。私は7組ならでは何だろうな。室内から攻めていきますか。帝国時報はこの間買ったけど、いい出会いあ、新しいの出てるね。いやーほんと前回大変だったな。アセラスアセラス使いまくったね。お金がないんだけどマジでマジでお金がないんだけど。え、これ買ったら1万か。まああと9個あるから大丈夫かな。大丈夫なのか。であとトマトグラタン、グラタンが出てる。あら新しいの出てるくないこれ。いやーお金がお金がないんでごじゃる。なんか赤い SF 服ほんと久しぶりだね。確かにいいね双子って。いいな双子。飲食関係か。あるかな。全然思いつかないな本当に。本当。いろんな意味で。すごいね。委員長ってその創作の才能もあるのね。どこまでが本当の委員長なんだろう感あるけど。ポイントはあーまあ戻ってきたぐらいな感じか。あーティアラルがあるのね。まあでも26個あるしケチってるぐらいだし。
歌しながら考えるって絶対それ考えられないやつだよ。はあ、カードゲーム。グラビアはどうだろう。風景ばっかりだね。なんで？なんで写真の裏に写真が裏白じゃないんだっていう。あー、そうだよね、飲食関係ね。衛生面を考えるとね、肉とか使えないよね、生肉とかね。相談したかったんだ。リン君さ、トア会長のこと結構好きだよね。結構好きだよね。プレイヤー関係なくね。星座系か。出てる？私結構連続で今やってるからさ。あ、猫ちゃんだ。聞いちゃう。にゃー、はい、いつもらはいっていう。あー、月刊が出てますね。読みますか。エレボニア伝説伝承月刊。古き伝統を持つエレボニアは、そのハンズの広さもあって他国とは比較にならないほど多くの民間伝承が残っている。この月刊を含めた全3冊では、それらの伝承伝説のほんの一部の項目別に紹介する。民族的に極めて豊かな土壌を持つエレボニアの新たな魅力息吹を感じ取っていただければ幸いであると。暗黒竜。暗黒時代の初期、ヘイト・ヘイムダルの地底より現れたと伝えられている蛇竜。この竜の勝機により、ヘイトはしばらく死の都となり、南のセントアークに関都した。おい、なんて読むんだっけ、前も調べたよね。忘れた。と言われるが、死因は不明。その後、皇帝率いる騎士団に退治されたと伝えられる。次、大いなる騎士。なんだろう。千年前のエレボニア帝国建国以前からたびたび現れたという巨人だが、伝えられた特徴は曖昧で各地で異なるため、単なる伝承上の存在と考えられている。不死の王。あ、これじゃん。帝国各地で伝えられる巨大な魔物。尺状を持った巨大な青白い骸骨姿で現れ、居合わせた者の命を奪い去るという言い伝えがあるが、その来歴は定かではなく、死神と同一視する地方もある。グレンの魔人。千の武器とも武器を持つといわれる伝説の魔人。炎をまとった灼熱の体を持つとされ、帝都近辺の古文書にわずかに記されている。J. アーレント。なるほど。上中下って読みましたね。じゃあ次、ギズッド。うん、
おっと、コードを使った演劇に男装で参加うちらもさ、あの男女交代の性別交代のやつやろうよ。演劇に負けないぐらい盛り上がった。何やったの気になる。リン君とは会長のことになったらめっちゃ気になってる。とはといえばリン君。ああ、そうなの。ああ、そう、そういうことね。世界を売ったら買えそう。え、10万になるの？ほいー、やったー、買う。まあ、じゃないときついよね。経験値アップ。どっちかっていうと防御系か。そうだ、ついでに怖く。ほや、特に増えてない。増えてないね。よし、次。旧校舎前。誰もおらん。OK。技術と屋上。あら、アリサじゃん。はぁ、図書館行っちゃった、間違えた。今首が止まらなくて涙が流れる。よいしょ。あら、花咲いてる。うん、フィーちゃん、フィーちゃん、フィーちゃん、どこフィーちゃん、あそこか、2階か。じゃあ、釣り。へえ、いいのがかかったな。なぜかゴールドサモーナが釣れるっていう。まずまずだな。ハロップ。まずまずだな。ハロップ。へえ、いいのがかかったな。アローナー。へえ、はい、いいのがかかったな。アローナー。セピスカイ25っていうことはさ、250。ミラもらってるっていうことでいいよね。ごめんなさい、ちょっとね、今の間に、実は釣りの間にちょっとやめてしまって、一旦どこまでマラソンしてるかちょっと一瞬忘れたんですけど、ギムナジウム行ってなくないと今ふと思ったので、ギムナジウムに入り、おっと、アラン
パトリックは？そうなの。一組何してるの？各方面への手配や練習のスケジュール決めも開始している。練習？練習しなきゃいけない系？なんだろう、うん、あーなるほどね。パトリック何気にいいこと言うじゃん。いやいいねパトリックも。わーなんか、うん、パトリックも大人になってきてるじゃないですか。よいしょ、休憩したからなんか元気です。夏も終わってしまったね。寒中水泳。やっぱりなんか温、なんていうんだっけ、温水にしてくれんのかね。寒中水泳か。マジか、すげえな。お、今日はバタフライ。うん、はい、頑張れ。一応2回も見ていくか。よいしょよいしょ、ないね。じゃあもう一回中庭に出て、中庭全然やってないっていう話で大丈夫？中庭じゃない、外。文化くん、うん、やらかしてね。いつもの二人？うん、朝5時。じゃあグラウンド、これで最後かな。おかえりなさい部長。うん、五組は何なの。ああ、そうなんだ。はいはい。そうだったね、うまかったね、歯ブラシ方が。やってんな。ん？片付け中？うん。危ない危ない。本校舎の1階の左側を見てなかったみたい。忘れてたこの人たち。こんな感じ。うん。本当に。後ろ後ろ後ろ。っていうことはやっぱり演劇系あんのかな、一組。かな。